いわゆる陰謀論というのがありましてですね、どんな時でも陰謀論ってあるんですね。それで何か物事が起こるとこういう裏にこういう陰謀があったんだっていう説明が必ずなされるわけですね。それでそれをきちっと真面目にお話になってる人もいればですね、私の友人に陰謀論が大好きって人がいてですね、もう何でも陰謀で話をするんですよ。東日本大震災、いやこれはアメリカ軍がの陰謀で地震を起こしたんだ、人工的地震だとかですね、あらゆる科学的なことであれ、もちろん政治的なことはもう全部そうなんですね。それできちっとした真面目な陰謀論っていうのもあるんですけども、私は原則としては、陰謀論を取らないですね。それどうしかって一番簡単な理由はですね、陰謀っていうのは証拠が普通ないんですよ。推定の証拠なんですね。推定で、その有罪にするというそういう感じなんで、そうじゃない方法できちっと説明ができて理解できれば陰謀はいらないというのが私の考えなんですね。なぜかと言いますと、陰謀が陰謀のままで終わった場合ですよ、陰謀したんだけどそれが事実として現れなかった場合、表面化しなかった場合ですね、その陰謀は無意味ですよね。だって計画をして陰謀をしても結果として何にもならなかったわけですからですね。だからそれはもう関係がないと。そうすると陰謀は必ず表面化しなければならないわけですね。例えば、日本とアメリカが戦争した時に、その裏で活躍したのがコミンテルンの人たちだった。コミンテルンというのは共産党組織の国際組織ですね。だけどもですね、これは陰謀に当たらないと思うんですよ。というのはコミンテルンの世界組織はですね、はっきりと資本主義同士を、戦争させて弱らせて、そしてそこを共産国家する、つまり例えば日本とアメリカとできるだけ戦争させて、戦争すると疲弊しますよね。そこで国内で暴力革命を起こして日本を共産化するというふうに言ってたんですからね。言ってたんですから、それはそうですね。それから陰謀論で多いやつは、例えば、軍産アメリカの軍産共同体、これが例えばアラブの戦争とか、オレンジ革命とかですね、世界各地で起こる戦争の一つの原因になっていると。しかしこれも陰謀じゃないですよね。軍事関係者がですね、自分たちが作った兵器を売りたいと思うのは、これ正常なビジネスなんですよね。ただビジネスの結果、人殺しが行われるので、陰謀化することも多いんですけれども、違法な陰謀というのはなかなかできませんからね。その意味では、この軍産共同体の陰謀っていうよりか、むしろですね、アメリカに非常に強力な、アメリカばかりじゃないですけど、アメリカに非常に強力な軍隊と産業が一緒になって、政治的にも力のある軍産共同体がいるということだけ分かればですね、世界各地の戦争のかなりの部分は軍産共同体が仕組んだか、それとも途中で応援したかしたというのは、これは陰謀じゃなくて当たり前のことですよね。だってそうしなきゃ彼ら干上がっちゃうわけですから。それから国際金融資本があると、この国際金融資本が、例えば銀行が自動的にお金を創造していくということも考えついたし、今でも景気を上げたり下げたりしたり、それから石油の値段を自由に操って儲けたりしてると。いやこれもね、非合法でやってればですね、非合法は非合法の範囲で指摘すればいいんで、合法的にやるのは当たり前ですよ。だってお金を持ってたらですね、例えば誰でもファンドをやったりですね、株式投資をしたりするんですからね。だからそれは自分のお金をいかに有効に生かすか。じゃあ株式投資するっていうのは、その陰謀なのかというと、株式投資は僕は陰謀じゃないと思うんですね。株式投資というのはあるんだから。それで、先物買いとかいろんなのがあるんですね。そういった空買いとか空売りとかもあるわけですよ。それも違法でやったらいけないけど、違法じゃない範囲でやるんであれば、お金を運用するときにですね、単に自分が直接投資する以外に金融市場っていうのがある。金融市場っていうのを有効に利用して利用するってことはですね、これはその本人は成功したらお金が儲かるんですが、金融市場っていうのがなければですね、
現在の世界経済ってあんまりうまくいかないんですよね。ですからこれもいいわけです。それから EU とドイツの関係ですね。ドイツは EU を作って、自分たちの産業は強いけども、マルクのように国にくっついたものでなくて、ユーロという共通通貨だから、だからドイツがどんなにいいものをどんどん作っても、ユーロはイタリアとかギリシャっつった、通貨が弱い、実質的に通貨が弱い国がユーロを使えますから上がらない。そうするとドイツが栄えてギリシャが衰える。そうするとギリシャにドイツがお金を貸す、そしてギリシャは借りる、でうっかり使う。そうするとドイツがお金を引き上げる、そしてギリシャが破綻して、その労働者がドイツに行って、ドイツ人は、ギリシャ人とかトルコ人を使って裕福な生活をすると。これも何ら違法ではないんですよ。だってユーロに入るかどうかもギリシャならギリシャの国の投票によるわけですからね。ただそれを見破るかどうか、それでこれをもって陰謀というかって言ったらですね、国を栄えさせる方法としては戦争よりかマシですよね。でということは私どう思ってるかっていうと、太平洋戦争の時のコミンテルンの暗躍っていうかですね、まあ暗躍と言えないんです、大っぴらですからね。それから軍産共同体の活動、国際金融資本の活動、それから例えば EU を作る時のドイツ、それから今はドイツが難民を受け入れるというふうにメルケル首相が言ってること、そういったことはですね決して陰謀ではない。しかしなんでこれが日本で陰謀と言われるかって言ったらですね、日本は日本人の および日本の報道の仕方っていうのはですね、言ってはいけないことを言わないっていう思想なんですよ。分かってても言ってはいけないことは言わない。だから、この言ってはいけないという日本独特の思想がですね、陰謀をどんどん作るんですね。それで日本人が理解しにくいんですよ。私は陰謀を探索するより事実の解析がいいって言うんです。例えば昨日ですね、ある回で、必要があって私説明したんですけども、原子力発電所を運転するのは原子力発電所がコストが安いとかそういうんじゃなくて、日本が原爆を持って準核保有国になっていてですね、そのために核保有国からの攻撃を守り、子どもたちを守るというのが原子力発電所をやってる一番大きな目的ですよね。核燃料サイクルもそうです。でプルトニウムを取って、それで原爆を作るわけですよ。作るかどうかよりかむしろ日本がですね、まあ、外国の、軍事機関の計算では現在日本はですね、長崎広島長崎型原爆をだいたい6000発ぐらいすぐ用意できるだけの原料を持っている、まあ、それにミサイルがあるので、ミサイルというかロケットがあるので、非常に高性能ロケットがあるので、まあ、日本はですね直ちにこの核保有国になれるんですよ。だから日本は準核保有国、しかも非常に多くの6000発、まあ、私の計算ではね、プルトニウムがちょっと劣化するんでそんなにできないと思うんですけど、まあまあ外国から見れば6000発の広島型原爆を持っている国なんですよ。だからこれはね、陰謀でも何でもないんです。ところが今まで原子力発電所についての論評も核燃料サイクルについての論評もですね、日本が原爆の材料を6000発溜め込んでいるということは説明しないんですよ。なんで説明しないかというと、それは言ってはいけないことなんですよ。そこで陰謀が発生するんです。つまり日本における陰謀論のほとんどはですね、私に言わせればですね、日本人の言ってはいけない思想が作り出した、わざわざ作り出した陰謀であって、例えばアメリカにはロビー活動ってあるわけですね。ロビー活動ってなんとか陰謀ですよ、言ってみれば。だって自分たちの利益のある考えをですね、議員さんに吹き込んで、そしてそれが法律になったり規制になったりするのを狙うということですから、まあ、陰謀といえば陰謀ですが、だってロビー活動してる人っていうのはですね、普通はそこら辺でいるんですから、喋ってるんですから、まあ、隠しながら喋るってこともあるけど、それは日本の赤坂政治もそうですからね、芸者さんと一緒に食事しながら、まあ、田中角栄がじゃあいいよこれはやろうなんていうのは日常茶飯事で、これが政治といえば政治なんですよ。この政治のやり方を全部変えたいと僕なんか思ってるんですね。ダダ漏れ、つまり、議員さんの議員会館の各部屋、それから、局長以上の官僚の部屋には全部、あれをそのネットのカメラをつけといて、音声とそれが全てネットに流れてて、1万チャンネルぐらい作ればどこでも誰でも 何を話してるかって全部わかるわけですよ。
そうしたらいいんじゃないかと思うんだけど、そういう改革をしない限り陰謀というのは常に存在すると思います。今日は陰謀論があんまりこの頃激しいので、陰謀は陰謀だけで終わるのか、終わるんだったらそれは陰謀じゃないということをちょっと考えてみたいと思いました。